鈍重極まる大技だけでは千本桜をかわすことなど英語をかなわぬ。くそ、もうちょいいけると思ったのによ。やっぱり無理だったか。そりゃそうだよな。こっちだけ視界のままで挽回に勝とうなんてのがなめた話だ。言葉に気をつけろ。まるで貴様が挽回に至っているように聞こえる。ああそう言ってんだよ、朽木白夜。なんだと。聞き返すなよ。聞こえてんだろ。それとも信じられねえだけか。二度も三度も言わねえぞ。俺の言葉は信じられなくてもてめえの目なら信じられるだろ、朽木白夜。神として頂点を極めた者のみに許される残白刀戦術の最終奥義。他と隔絶した超然たる霊圧を生まれ持つ四大貴族といえど、そこに至ることができる者は数世代に一人と言われ、それを発言できた者は一つの例外もなくソウルソサエティの歴史にその名を刻まれる。それが挽回。だがこいつは何だ。こいつはルキアの力を食らって死神となった。貴族どころか元来死神ですらない。それがなぜ挽回などとたやすく口にする。なぜこんな霊圧を放っている。これではまるで呪いな、倒れることさえも。白夜兄様。
天差残月。なんだそれは。そんな小さなものが挽回だと。ただの残白刀ではないか。なるほど。極刑といい挽回といい、貴様はよほど我々の誇りを踏みにじるのを好むと見える。ならばその身に刻んでやろう。誇りを汚すということがどういう報いを受けるのかをな。我々の誇りが。どうもその我々の誇りってやつがルキアを殺すこととつながってるみてえだな。だったらあんたの言う通り、俺はそいつを踏みにじるぜ。そのために手に入れた力だ。